徳川幕府の政治の中心で将軍家の居城だった江戸城、跡地は皇居となっていますが、その江戸城の天守の再建を民間資本を活用する形で目指している人たちがいるのをご存知でしょうか。天守再建を主張している松沢茂文参議院議員と城好きで知られるプロレスラーの藤波辰爾が対談を実施、2023年11月に菅前総理が天守再建に言及したことで注目されつつある江戸城について、そして日本の城が持つ魅力について2人が語り合いました。それを昔天守閣があったわけだからね、再建したらどうかという運動がですね、江戸城を再建する会という NPO ができて始まって、それで僕も十数年前、実は東京都知事選挙に出たことあるんですけど、でその時に公約にしたんですよ。私が知事になったら江戸城天守閣をね再建する運動をやりますって言って、まあただ私猪瀬さんに負けて落ちちゃったんですけどね。でそれで、まあ、NPO で運動していこうってことになりましてやったんです。でそれで NPO の皆さんが、私はいけなかったんですが、菅さんが官房長官だった時、はい、もう今から7、8年前だと思いますが、江戸城の天守閣を再建する、そのために政府として動いてくれないかとお願いに行ったら、NPO の皆さんに言わせると、菅さんは面白い計画だと思うけれども、うん、天皇陛下のご上位とオリンピック、ね、これを成功させるのがまず第一だから、それが終わったらポスト五輪でね、何か経済活性策も必要だろうと、その時に江戸城天守閣っていうのを出したらいいんじゃないかと、うん、まあ、やっぱり天皇陛下のがいらっしゃる皇居でもありますので、そのあんまり上位の前にね、これ騒いでしまうと、話がこじれちゃうといけないっていうことで、菅さんはそういう返事だったらしいんです、ね、ところが1ヶ月ぐらい前ですかね、菅さんが突如江戸城天守閣再建だったら面白いじゃないかって言ったら、一気にね、私みたいに一ね、ペーペーの議員が言っても全然なかなか6年間言い続けても盛り上がらなかったんですがね、うん、菅さんが言ったら火がついて、もうメディアでもあるいは SNS でも今、結構賛成反対大論争なんですね、お城、大好きでねってことを知ってたんで、私もネットで調べてね、藤波さんの事務所を訪ねて、それで藤波さんに応援してもらえれば世論も盛り上がるんですぜひともお願いしますと言って、藤波さんも江戸城再建の運動に参加していただいていると、こういうことなんです、はい、それで今日実は、はい、紹介が遅れましたが藤波辰爾さんがここに来て、もう先生と会うたびにね、もうその城好きの話がね、僕らがどんどんこう入ってくるんですけどね、先生のレベルと僕とも全然うんずる差がありますよ。僕は本当にもうにやかファンでね、本当にもうお城観光的な部分で、まあもともと僕が中学の3年生の時の、修学旅行から初めてもう大阪で見たことから始まったんで、お城との出会いですね。でこの僕プロレス界に入ってもう50年過ぎたんですけど、やっぱり日本全国ずっと回る中で必ずそういう僕はどっちかというと史跡巡りが好きなんで、まあ、特にその中のお城のあれが好きなんで、必ず城であれ後であろうが天守があればそこ一目散に残ってる、まあ、それが試合前の僕がこう城に行く一つの戦いのテンションを高める意味のルーティンですよね。僕のところでこう立ててきてくれたことから僕の運命ってもう人生変わってね、なんかますますだからそのなんかこう城好きがね拍車かかったみたいな私もどの番組というのはちょっと記憶がもうなくなってしまったんですけど、以前藤波さんがバラエティ番組なんていうのも、テレビ番組に出演されて、で、まあ、いろんなお城を巡ったりっていうようなのを見たような記憶があるんですが、どのぐらいそういう活動というか、芸能的な活動というとされてるんですか。もうだから40、50もっとでしょうね。だからもう何回も言った、同じ城の院長さんで言うこともありますね、でもほとんどは今一応国宝の5つ、それから十二天守、それから復元の城とか、大体まあもうたまたま今こう、好きが高じて番組のね、歴史探訪っていうのを始まってしまったんですけどね、それでずっともう最終的に今沖縄の首里城まで先週行ってきてね、で一応こう復元してますもんね、あとまだね、取り越しまだ行ってない、あそこに行きたいなって城いっぱいありますよ、ファンがいてね、藤原さんまだ僕の地元のお城に来てないんですけど、そういうファンネタもいただくしね、
またお城もあの天守閣があるね、立派なお城もあれば、はいはい、山城でいいお城もあるんですよね、日本でたくさんね。そもそもだから僕は、山城から始まったんですよ。あ、そうですか、はいはい、でも山城山城で、まだ当時まだね、本当こういう、ここまでまだブームになってないから、もううっそうとしたもう、隠れた中にね、鳥居がこう、こもると鳥居がこうあるだけでね、今どこに行っても自治体がその城跡っていうのか、観光名所一つなんですよね、すごい綺麗なんですよ。史跡をなんか復元してね、はい、もっと観光客に来てもらおうという、はい、そういう戦略なんでしょうね。実際も観光客は必ずそこに足を運ぶし、うん、昔はね、そういう神社仏閣、まあ、特にお城の中にしてもね、まず女性ファンがいなかったのが今女性同士とかね、女性のファンがものすごいですよ、はい、どこだろう、天空の城、あそこ何城だったっけ、武田城、兵庫の兵庫のね、武田城、ああいうものが山城、ね、そうですね、はい、あとはあの縄張り全部、はい、堀から石垣から、あるいはあの櫓とか、はいね、それからあの石垣の上に塀もありますよ ね、はい、ね、それで本丸があって、それで天守閣っていうのは江戸の戦国時代の本当に後期に、はい、まあ、安土桃山時代以降ですね、はい、織田信長が安土城の天守閣を作った以降できてきたお城のシンボルなんですね、うん、はい、ですからお城っていうとお城好きはもうむしろ石垣とか、ね、櫓とか、ね、この辺り全部の設計からね興味があるんですよ。敷地といいますか、そうなんです、ね、いいですよ、もう今石垣にすごい今見せられて ね、まず昔はねもう天守は天守閣も天守はもう一目散に登ったもんだけど、今はね入り口のその石垣はねそうです、これはローズハスミクさん、門からねからでもね、そういう積み方を今すごい今見せられてますね。どのあたりにどうなのかというような、実は家康秀忠家光が天守閣を作って、で明暦の大火で焼けちゃった後に4代目の天守台というのを加賀前田藩が作ったんです、はい、でその上のね天守閣を作ろうとした時に星名正幸という老中がもう江戸の町の復興が先だと、はい、戦がなくなったんだからお城は後でいいって言ってそのまま残っちゃってるんで、今の天守台、4代目の天守台の上にね3代目の天守の設計図が残ってるんですよ、はいはいはい、でほぼ同じ大きさだったんで、はい、4代目の今ある天守台の上に3代目の天守を設計図通りに木造で作れれば完全復元になって文化財にもなって将来世界遺産にもなれると思ったんですが、はい、ただ4代目の天守台の上に3代目の天守を載せるとこれ歴史の改ざんだっていう考古学者が出てくるわけですね。でだからそうなるとなかなか作るのが難しくなっちゃう、はい、まあ、これはまあ文化的な要素ですけど、はい、その前にですねいくつも超えなきゃいけないハードルがあって、はい、一つは建築基準法の壁 で、はい、で5階6階とか高いのを建てるときは自分たちで耐震耐火構造が絶対に鉄筋に負けないぐらい大丈夫だっていうことを証明しなきゃいけないんで、はい、それにお金がかかっちゃってなかなか作れないんですね。よっぽど大きな大資本じゃない限り、はいはい、その建築技術法の難しさがある。2つ目は文化財保護法の壁です。はい、史跡になってる石垣の上に史跡を傷つけるかもしれないのに上に載せるのかという文化財保護法上どうなのかって、文化財審議会が出てきて偉い考古学者歴史学者がガンガン議論するんですね。石垣が痛むじゃないかとかね、これはじゃあエレベーターなんか作ったらね、これ設計変わるようじゃないかとかこういう議論をしなきゃいけない、ここがクリアできるか、うん、で3つ目に今天皇陛下が住んでるのに天皇陛下の平穏な平和な生活を守んなきゃいけないのに、はい、天守台ができてね上まで観光客がかかったら、はい、陛下の御所をね上から見下ろすことになって、はい、陛下の安全保障とか平穏な生活の面で江戸城の天守を作っちゃうとむしろ陛下の生活が脅かされるから反対だと、はい、天皇陛下を守る立場で反対する人もいるんですね、はい、ですからこういうハードルを超えないといけないんですよ、はい、これ全部国が変わりますから、はい、最終的には総理大臣がもう建築の問題だったら国土交通大臣、文化の問題だったら文部科学大臣、はい、ね、天皇陛下の問題だったら宮内庁、はいはい、こういうとことを全部まとめ上げて天守閣を作るけどこういう条件でやるからいいなっていうリーダーシップを取んなきゃいけないんですが、元総理だった菅さんが言ったことはインパクトなんですよ、はい、ですからこれひょっとしたら動き出すなと。でもそれぐらい政治的なリーダーシップが必要なんです。これ反対者がね、続出しますから。じゃあ仮に例えばですけど民間から資本が集まっていくつもの企業がやりたいですというふうに出たとしても
超えなければいけない、ね、あの考古学者や歴史学者はさまざまな意見でね、うん、反対論が多いですね。ただあの皆さんね、僕の前の国会議員も、まあ、今そんなね公共事業なんて言ったってまた受けねえやめとけよって言うんですけど、はい、え税金使わないんだよと、えあそうなの、うん、どうやの、みんな国会議員も全然分かってないですね。だから僕はあえて本を書いて一切税金使わないで民間資金でやると。それでね、民間資金もできるんですよ。 だいたい500億かかるんですね、店主復元に。でそれで年間500万人ぐらい絶対来ますから、ね、1人1000円の入場料を取れば、はいはいはい、もう10年間で500億になるわけです、うん、だから入場料で資金計画できれば銀行も融資するわけです。それで今大企業が内部留保でお金貯めてるわけでしょ、はいはい、で投資するのが不安で嫌だって言うわけでしょ、うん、そしたらでも企業イメージ上げるためには、じゃあこういう、なんていうかな、公共のプロジェクトに寄付をしますという大企業絶対出てきますよ、ね、それで寄付してくれた企業には、ね、あの石垣に名前でも彫ってやるんですよ、ね。まあ、あとは藤波さん言うようにお城の持つなんか文化的な価値というか日本の魅力ですよね、はい、俺もう一回復元したいです、はい、だから僕らも先生とお会いするためにこういう具体的なそういう細かいところから話聞くと我々ともう本当に今すぐできそうな感じがするんですでも我々は、僕らもそんな先ほど言った難しい経済的な部分とか、あの建築基準法とかじゃなくて、僕らもお城が好きっていう部分を本当もうああいう日本にあの昔ながらの建造物がもう一回復元しないかなって大変なところで来てますから、うん、だからそれがね、なんかそういうだからもうあんたにこうお会いするときにね、本当だからワクワクするんですよね。だからいろんな今こうことを今言われた先生が世論とか周りのあれをこう書き立てたら、それ本当細かいところ、あとでここじゃあこうしようよ、ここはこれでやろうよっていうのは決まれば、なんかすごいなんか動きがね、見えてくる気がするんですよね。江戸城が再建されたらこんなことができるんじゃないかとか、こんなことが楽しみだっていうようなことを思い浮かぶことはありますか？タイムスリップじゃないけど、やっぱりその当時、うん、こういうとこにこういうやって、こういう、またみんな再認識する分では最高でしょうね。ましてやあの世界の人がやっぱり日本って来ると、今特に今インバウンド、今日本にもものすごいいろんな方が来てるし、でも各国フランス行けばエペルトがあるわ、その凱旋門があるわ、でも日本っていうのは、日本っていうのはこうちっちゃい、まあ、いろんなところがあるけど、多分東京江戸っていうのはやっぱ一番最、まあ、一番貴重な部分でね、うん、シンボルがないよね。シンボルね、まあ、それはだから東京タワーやスカイツリーじゃないんですよね。歴史地区がシンボルになってるところが多いですね。そうそう、歴史的なね、その地域の歴史を表すシンボルがないんですよ、はい、うん、だから僕なんかと本当にこうただ仕事的に本当にあのな、サミットやるんだったら江戸城の中でサミットやればいいなっていうのがね、本当に思ってます。あの天守閣の中じゃできないかもしれませんが、はい、本丸があったわけですよ、昔大奥があったね、はいはいはい、あそこも、まあ、想像復元ですけど、設計図ないけれども、うん、復元すれば国際会議場の機能を持たせてね、はい、そういうサミットなんかができるようにしてあげると、はい、それ天守閣バックに ね、世界の首脳が集まっていって、それだけで絵になるじゃないですか。あの最後、素晴らしい、各国首脳が並んで写真撮るじゃないですか、うん、あれは最高なバックでしょうねそれぐらいのホールになると、そこでプロレスをやったりなんて、そうなんだ、できたらもう願いればいやね、屋外で夜プロレスやってナイターでね、はい、でバックにライトアップされた江戸城天守があったりしたら、もうこれこそすごい家ですよ。そういうパターンもありますね。そうですね。それであのこの江戸城天守の復元はね、もっともっと膨らませることができて、あの東京駅の駅舎がドーム型に復元しましたよね。あれで今観光客すごいんですよ、うん、みんなインスタ映えするっていう。そうですね、それで道も開けてますね。そうです。で行幸通りを通ると江戸城があって、江戸城の天守閣が完全復元される。でそれでちょっと東に行くと日本橋があるから、うん、日本橋の首都高が今度取っ払われますよね。そしたら日本橋300メートルでもいいから、川のね両側を魚河岸で復元すればいいんですよ。ああいいですね。で、そうするともう昔の市場ですから、ね、それと殿様がいたお城、そして明治になっての東京駅、こうやってね、東京の歴史伝統文化ゾーンがど真ん中にできるわけです。今までね、東京って震災で焼け、戦争で焼け、江戸時代は火事で焼けで、ほとんど歴史的なものが残ってないから、うん、まあ戦争時ぐらいしかないかな、ね、だから歴史的なものを見たかったら京都か奈良に行ってください、こうだったんですけど、東京の歴史的ゾーンを復元すればいいんですよ。それを例えば人力車や馬車で回れるとかなったらね、うん、何かもう本当ヨーロッパのね、
古い都市のような、はい、こう過去にタイムスリップしたような東京江戸観光がね、はい、できるんじゃないかなと思って、横町の下なんかもね船でそこでも観光できるな、そう、あそうそう、船の話だとお台場のホテルに泊まった人がね、はい、隅田川に登って日本橋川に入って、はい、そうすると江戸城のお堀に入れるんです、はいね、それで水陸両用バスで行きは水の上でお堀から船で江戸城を見学して、そして上陸して、ね、今度陸から江戸城を見学して、あるいは歌舞伎座や銀座を見て帰る、そうなると、ね、遊園地みたいじゃないですか、うん、私これ東京丸ごとテーマパーク構想だって最後はテーマパークですね、東京観光がテーマパークみたいに楽しくなると、これね成長戦略につながるんですよ、うん、経済のそういう今あるこのものを活用してっていう、そうなんですね、でも必ずシンボルになりますね、ね、例えばねパリのエッフェル塔、はい、東京 の, あのロンドン橋とかね、はい、あのビッグベンとかというのに、はい、東京の江戸城、ね、こうやって写真になりますよ ね, すね、素晴らしいと思います、いろんなそのあれはハードルはねあるんですよ ね, すね、ただもう江戸をなんていうのこうシンボルというのか、やっぱそれは人の形をねちゃんとこう作ってほしいですよ ね, そうね、まず江戸城に天守閣があったことを知らない人がほとんどなんですよ、あ、まあ、いるかもしれない、ねええ、知らない人ほとんどですから、江戸城には家康の時代からね日本一の天守ですよ、でこれね、もし江戸城天守閣ができたら世界で2番目に大きな木造建築になるんです、うん、1番は東大寺の大仏殿です、はい、これ世界で実は日本じゃなくて2番目が江戸城天守なんですね、ね、だから江戸時代で、ね、あの戦国時代から江戸時代にかけて最大の最高の技術を持って作った天守閣なんですよ、でこれが復元、ねはい、するっていう計画があることを知ってほしいですし、それでそういうことを言うとまたね政治家が無駄な公共事業の議論を始めたっていうんで、はいはい、民間資金でできると、でみんなで計画を作ってみんなで集めてね、お金も集めて、はい、それでみんなで作れば郷土愛が増しますよ ね, そうですね、お上から授かったもんじゃなくて、はい、みんなで議論してみんなでお金も集めたんだと、でそれで東京をやっぱりふるさととしてね、はい、誇りの持てる、はいね、だから歴史を、ね、そうです、歴史や伝統をねもう一回再認識できる、そういう価値もあるんだというふうに思ってます。それともう一つは日本の伝統的な建築技術の継承ができるということです。今ね首里城もそうですけど宮大工がやっておりますけど、宮大工ってどんどん行っちゃってるんですよ、だからやっぱり江戸城ぐらいのビッグプロジェクトをやって全国から宮大工を集めてそこで仕事をしてもらうことによって技術の継承になるんですね。もうやっと自分たちの本来のこう腕を発揮するんだ。そうなんですよ。もうやってる方がものすごい、ね、なんかいい顔してましたね。今宮大工のね仕事って言ったら古くなった神社やね、お寺の屋根の修復ぐらいしかないわけですよ。もうお城ごと作ってみる、これね宮大工にとっては一生かけての仕事ですからね。でそうやって建築技術を継承できるんですね。それで首里城もそうですけど。江戸城を作っているその作業の姿を見せる観光もやればいいんですよ、ええ、でプロは匠がやるわけですから、はいね、だからそれも観光資源なんですよ、ですね、文化財を作っている、ねはい、ところを見せていくっていうのもそういうこともできるんですね、見られる方がまたすごい大好きな高まるでしょう ね, そうですね、私ね戦国時代が好きでして、はい、もういろいろ戦国武将の伝記物を読んでました。まあ、そうすると必ずお城出てきますよね、はい、あそれでやっぱり織田信長なんか勉強してるとね、あの安土城を作ったと、はいね、それはもう天下武武をね目指して日本を統一しようとしたあの安土城から始まって、そのあたりから天守閣もできるわけですね。でだから私はずっとそうやって歴史が大好きで、それでお城にも興味持つようになって、はい、それでこれはただ過去の遺物じゃなくて現代に、ね、これを再建っていうか復元できればものすごいこの歴史伝統文化の復興につながってね、それがまた愛国心にもつながって伝統技術の継承にもつながって、そして観光振興や経済の発展にもつながるというものすごいいくつもの価値を持ったプロジェクトだなっていうことに気づいたんです、でそれで都知事選挙に出る時も公約にして出たんですが、まあ落選してしまったんでなかなか訴える機会がなかったんですけども、まあ、国会議員としてずっと言い続けてきて、それで藤波さんのような有名な方にね
仲間に加わっていただくと、アピール力が全然違うと思って、今一緒に運動してると。いや、ね、も先ほどのこれね、僕いつもね、着られたり大変苦労するんですけどね、お城自体が好きなんで、でも、まあ、誰が、どれか一つあげろって言われればね、僕はもう個人的には、彦根城なんですよ。あ、彦根城。彦根城なんですね、はい。意外ですね、なんか。もちろん国宝なんですけどね、個人前な、まあ、姫城からするとね、ちょっと個人前で、うん、はい、だから今世界遺産の申請もしてるんですよ。そうですね、イコモスは検討すると思います。城のね、本当形がね、いいんですよね。これね、天守だけじゃなくて縄張り全体、はい、もうお堀から石垣から全て残ってるんですよ、彦根城。だから国宝なんですよね。はい、天守違います違います。お城の近くもう、はい、だから先ほど冒頭に話したようにね、だから城の時はあの試合がある時は必ずその土地土地に、うん、必ずそのし、あの、お城、城跡とかあれば、必ずそこに行って、そのままその気分を高めて、まあ そのまま会場に入って、僕も本当ルーティンでね。だから別に、ただ単に戦うと、当時戦うだけじゃなくて、やっぱり変な落ち着きが出るんですね。お城に行くと。なるほど。はい。で、必ずよくいろんな若い選手が出てね、と一時期、実況やってた古田さんもね、よくついてきてましたもん。で、彼は彼なりにやっぱりすごい喋る方だから、その歴史とかいろんなので、で、実況の中にその交えていくんですよね。はい、古田さんもお城好きなんですか？好きですね。お、そうですか、はい。じゃあ今度また対談しましょう。はい、また申し込み詳しいんですか、歴史もね。そうですか。ものと多分話が合うと思います、ね。そうですか。ありますよ。あの、小田原城とかね。小田原城、今も駐車場になったんですけど、そこでよく一回野外でリング組のとあります。そこで試合とかあります。当時はできたんですね。今はもう、なるほど、うん、当時はもう主催者が何らかのまあこれ使ったんでしょう、そのユニットもう僕らもうすごい後ろにね、あの小田原城が見えて試合する最高な気分で、はい、だからまだ僕今もう現役50年過ぎたんですけど、まだその実現をまだ夢見てまだ現役でいるんですけどねやりましょうやりましょう、はい、今の政治はね、もうお金のスキャンダルとか多すぎて全く国民の信用を失ってますから、私はやっぱり政治が将来に向けてこういう国を作るんだという夢を提供できてないんですね。だから政治家人気ないんですよ、ね、だから私は日本再生のために東京再生しようと、そのためには江戸城の天守復元してね、一つの大きな弾みをつけていこうって、これぐらいの提案を政治がしていかなきゃいけないと思ってるんです。まあ民間資金で江戸城再建という提案をしてますので、これをぜひとも多くの国民の皆さんに広めていって、何か日本の活力をね、作っていきたい。そのためには藤原さんにね、お力をお借りしていきたいと思いますので、またぜひとも皆さんよろしくお願いします。はい、もう僕の場合はもう先生ともう全然お城に入り方がもう、もちろんもう宮川は本当にもう師匠が、まあ、日本の、何でしょうかな、こう時代劇をね、見てから始まったんだけど、まあ、難しい場合再建となるとは難しい、いろんな問題が今先生から話聞いた時にもう分かる、もうこれがもう先生のおっしゃった通りでね、だから僕らは反対に日本のシンボルとしてね、海外の方来てますけど、まあ、そういう部分の中でもやっぱり日本の象徴なる部分っていうのかな、やっぱり天守がないっていうのがね、やっぱりちょっとこうぼやけてるんで、それをもうぜひともね、でもう一回まあ多分そうすれば日本国中もなんかもう一回なんか書きつくんだろうなっていう、はい、いろんな部分で士気が高まるような気がしますけどね。本日は江戸城再建について、ね、お話をたっぷりと伺いましたので、いろんなこと喋りすぎたからまとめる方が大変だと思いますけど。